んだっていうのがちょっと分かったような、これ何回も同じことを繰り返しますので、それぞれがやっぱりお客さんに説明できるように、してほしいと思います。まあ初めのうちね、なかなか分かんないんですけども、あとはこれから今日はちょっと美の話をしたいと思うんですね。美しいということ。ね、これ何回か話聞いてない人もいるし、聞いてる人もいるけども、その美とは何ぞやっていう話。で、なんで美が我々の仕事に必要なんだっていうことを、今日はちょっと1時間ぐらい話をしようかなと思うんですけどもね。もともとこの美っていう字は、ね、これ分解するとここで分かるんだよね。で、これ羊でしょ。で、これは大って書きますね。で、これが組み合わさった字が美っていう字です。で、どういうことかっていうと、これには2つの説がありますね。羊っていうのは必ずリーダーがいます。で、リーダーが必ずその群れを統制して、例えば移動するときに全体的にはこういう羊の群れ、リーダーがいて、こう次にサブリーダーがいて、きっとんで、こういうところに全部そのね、リーダーが張り付いて、親分がいて、で、まあ組織体で動く、移動するっていう羊なんですね。で、だからその羊の大きな群れは非常に統制が取れてるから美しいっていうのが美という字の始まりだって言われてる。これが一つの説で、もう一つは中国で羊を大きくさせる、太らせる。中国っていうのは面白くて、今はちょっと変わってきたけど、中国4000年の歴史の中では太ってる女性が美しいんです。中国は今でも多分そういう風習あると思うんだよね。あんまり痩せてる女性は好まれない。だから美とはその羊が太らせて大きい、これが美しい。こっちの説2つあるんだけど、僕はこっちの説を推してます。やっぱり統制取れて、その大草原をその移動する姿がすごくこうね、バーッとこう情景に浮かぶでしょ。美しいって言われて、美とは何ぞやって言ったら、何が言いたいかっていうと、統制をが取れてるっていうことが一つ、ね、何かのルールで前にも言ったように盗聴されている一つの理由で、それが僕のずっと長年の研究といえば研究なんだけども、これを石を使ったり木を使ったり庭を作る時の構成をする時に、その基本ルールを使うことができる。それはね、直角格子論っていう理論なんだけども、今日はその美というものの構成について話をしたいんだけども、なんでかっていうと、我々がいろいろなものを作ってるのに、そのまずこう樹木を、植木を使うよね。植木、ね、植木を使って美を構成する。前回話したように、その時間軸を考えて、植木もね、こういう風に浮いたやつは長年経つと太陽のに向かって必ずこう伸びていくって話したと思うんだけども、だから こういうこの植木を使って美を構成するっていうのと、あとは構造物を組み合わせをしてね、土留めをしたり、石を組んだり、じゃあ水栓を置いたりね、そういうその置き方のポイントっていうのはルールがあるわけだよね。まずは使い勝手がいいってこともそうだし、だからそういうそのルールがあるから、図面描くときもそうだよね。確かにね、こういう庭があって、ここが家だとして、こっちから見るとすると、必ず今はね、ここらにこうリビングを作ったりで、キッチンガーデン作ったりってやり方するけど、こういう円を描いてっていうのが大体ね、ポイントなんだけども、こういうとこで、例えば木をここに植えたり、ここに植えたりって、必ずこういう風な方向性で今うちは浮いてて、これ現場で経験したことある人は分かるんだけど、ね、ある点道路から見た時に、ここらに立った時に木がぐーっと並んで、こっちもずーっと並ぶっていうのは、これ誰か現場で説明したことあるよね。現地でこれ木
その時はここから見て植えたにしてもね、それを構成してこうやって植えてるわけじゃない。ここの感覚でここに置いてここに植えて、で当然こっちの目隠しなんかもあるからここに植えてってやり方してんだけどもね、そうすると必ずやこういう線上に必ず入ってきます。例えば水線をこの辺に置いたらこれに受けるものをこの辺に何か置く、キッチンカーでもその一つで、この線上こっち持ってきたところにこの辺にポイントを置いてやるね、そうすると大体まとまる。そうするとね、こういうふうな角度の中にはここに直角、直角になってる。必ず石組む時もそうだよね。これ一回話はしてると思うんだけど、何回聞いてもあれだからね、石も例えばこう三石を組む時に必ずね、こういうふうな組み方、これ平面ね、とこう見るとこういうふうになる。でこれを立面で見るとね、こういう組み方。そうこれがここのどこ行ってもここのどこ行ってもまとまる。さっきの同じだね。でここにルールが直角というルールが成り立つ。で これも面白いことに、こう石組む時は考えてるのはこれはまっすぐね、前の石は上にこの木、木勢って言うんだけども、木がバーって言ってる。この石の木勢はどっち行ってるかっていうと、こういうふうに向かう。で、この見るときはここ見て組んでんだよね。そうするとまあこれちょっと若干違うけど、これがこういうふうに、こういうふうに、ここで直角が成り立つ。これが美しい。それをちょっと崩せばいいだけだよね、石組むとき。そう、だからこの木の流れ、木勢、木勢、植木植える時もそうだよね。そのこれを考えてやれば、立面でも平面、上から見たでもこう立面でも、これ絵なんか見てもそう、必ずこういう構成になってる。それがバランス取る。っていうことは庭作る時に簡単なことだよね。それを頭に入れといて組み立てていけばいいものができるって。そうでしょ。これが基本ルールでね。今その木の話になったから、木製の木だから、その木の話ね、植木の話もあるから、もともと植木の木、植木ね、木、これ今の感じで木こうですね。昔はどう書いたかっていうと、昔の 木の感じはこれです。でこれは 何を意味するか、これは上の枝張り、これは根っこで、これは幹だよね。でこれは何を表すかというと、やっぱ天を表す。でこれは何を表すかというと地を表す。で同じ木でね、さっき木生の木、大事なことなんだけど、木生の木っていうのは小字はこうね、今の木っていうのはこう書くでしょ、こう書いてここをこう締めちゃうんだけど、これは間違いなくね、こう締めちゃう。でこれもそうなの、これも木って読むでしょ、木、これも木ね。これもこの構えが天を表す。でこれは米を表し、これは地を表す。天と地を表すのが同じこう読み方が木というね、偶然にも。だからこの木ってすごく大事なんですね。だから僕らはこのね、生活の中でこの木、木生の木、もうほとんどところで生きてる。じゃあちょっと木の実験をするから、足りないかな、面白い。はい、大島いいかい。これこれでしょ、物理的には今多分今ねちょっと痩せてるからあんまりいいもの食ってないから、72キロぐらいかな、きっと今。この間まで77キロぐらいあったんだけど、さっきコンビニ弁当を言うんだな。で、これ、意外、俺は後ろからこう持ってこう上げてくれる。で、これね、火を入れた、ちょっとまだ。いいや、意外、意外上げてこ、はい、はい。いいですか、はい、いいよ。はい、上げたね。じゃあ次、火を入れるね。こうちょっとこう気をクッと入れるからね。はい、気を入れました。上げてください。どっちを向き？
わかんないかい入れた方ですかね。うん、そうなんだよね。物理的に体重72キロ変わらない。これを気をグッと入れ、今あんまり入れてなかったから、俺の方でね。で今日グッと気を入れると重くなってる人間は。なぜ？質量変わんないんだよ。ほら、気、ね、気合の気、気って重いのかって言ったら、重いんだよ。そのぐらいこれすごいな、この気って。もう一回やってみる？じゃあどうも君首が分かんないから。マモさんじゃ力ありすぎっから。ね、じゃあよしだ。で、木はどうやって入れるの？あの、昔、祇園のね、旦那衆がね、これを作って、で、女と布団に入ってたと。ね、その時、母ちゃんが乗り込んできてめっかったと。その時に言い訳が一つある。何かわかる？いや俺はやってた、してたけど気は入れてなかったって。これで言い訳になるっていうぐらいの気ってない。楽だろ。これはカットしてってよ。まずいから。違う、はい、こう上げて。入ってない。はい。はい、気を入れました。はい、上げてください。もう入った。もう入った。どうだい？今気入れたんだ。あれ、重いっすね。重いんだよ。何ですか？何ですかでね、だからそれが気なんだ。実験すれば分かるでしょ。俺の時は入ってなかったもんね。あんまり入れてなかったんだよ。明らかに違ったよ。そういうことなんだ。体の重み変わんめ。その気の入れ方と変わっちゃうの、 重さが、質量、重量が。これどういうことなの？だから物作るのでも、気が入ってるもの作るのか、気が入ってもないものが全然違う。できばいい。そういうことなんだ。それがいいんだよ。で、この木ってのはやっぱり天と地なんだよね、すべて。で、この間も風水の話で言って、風水、風と水っていうのは天を行ったり来たりできるわけだ。それの巡りの仕組みをね、あのこう解き明かしたのが風水学っていうその学問なんだな。で、これもそう、この木。人間は何で生きてるかって言ったら、ね、天の木、天の木は何で吸うかって言ったら、ね、呼吸法、腹式呼吸をして、ね、太極拳もそうだし、気功もそうだし、ね、この間も話したけども、日本でいうその座禅もそう、ね、ヨガもそう、全部この天の木を吸い取る。で、人間はじゃあ、ね、天の木を吸い取って、これは呼吸法。呼吸はこの間言ったように5分も止めてれば人間死ぬから。血の木っていうのは何かって言ったらこれ食べ物なの。特に野菜ね、大地のそのできたこれ米って字書いてあるけども食べ物だから、我々は血の木と天の木を体に吸収してそれで生きてるっていうことなのね。で、木もそういう感じが成り立ってるわけだ。こう上に貫く。だから図面書く時でもね、パース書くときに木をね、書くときにこういうふうに書くんだけど、これは力が入ってないと枯れ木みたいになっちゃう。だから天地を貫くように思い切ってベーッとこうこの木を入れてこう上に行く、下に行ってるっていうのを表現すると、パース見ても上手くなくてもお客さんにはそれが伝わるわけだ。生きてる木がそのパースで。だから要はそういう思いで書くのっていうのは大事なことなんだな。面白いかな。我々はね、これがほとんど基本なんです。全てだから全て木なんだよ。木がなければね、やる気ね、もう木っていう言葉いっぱっぺ、陰気だの陽気だのね、やる気もそうだし、短気だね、なんだって木っていう言葉ものすごく多い。だからその木を入れることによって俺の重みが変わっちゃうわけでしょ。現実にそうでしょ。そういうことになる。嘘だと思うけど本当なんだ。だから柔道なんかでもそうだけど、投げられまいとして相撲でもそうだって、一生懸命踏ん張って、あれは気を入れてるわけだ。力も入れてるけど気なんだ。だって力いくらこうやって入れたってさ、重さ変わんねえんだよ。で、気を入れることによって人間変わっちゃう。力、それは力を入れるってのは気を入れてるわけでしょ。物理的に何かで重りをつけてるわけでも何でもないっていうことなんだ。そういうことみんな気づいてないけど本当のことなんだな。
今実験したっけ。そういうことで、これで木をやっぱりずっとやってる人っていうのは人を投げ飛ばすこともできる、木でバーンと。そこまで僕はできません。ただ自分の気を入れて自分を重くすることはできる。たったそれだけでこれだけ違う。だからその木をうまく、その規制とか木というものを使ってものづくりをしたら絶対違う、ね、絶対違うものができてくるってことだよな。今木の話をしたけども、だから石を組むにしても全てにおいてこの規制、木の勢い、規制、これを考えてものづくりをする。だから乱張りなんか張ってもそうだし、全ての模様取りしてもそうだけども、やっぱり、この木の勢いね、石でもこう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 全部カット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 して八角形以上になんか乱張りしちゃったら、もう全然そのもう縮まっちゃって縮まっちゃってね、この規制がなくなっちゃう。だから三角形だとね、三角形に縛るってことはありえないんだけど、やっぱり四角から五角の崩れにした方が乱張りも綺麗にいくっていうのは、この張り方がやっぱり違う。だからこの規制ってことをよく覚えて、全て規制です。もう石組むのにも物すくむのにも全て規制。それとさっき言ったようにそのね、美がそのどうも直角というその一つの構成の中でなってる。例えば石組むのでもね、これを霊書石の組み方って言うんだけども、こういうのは自然界にありえないんだけどね、これなんかもこうこうここに直角っていうものがあって、これを霊書石の組み方ね、これもそうだよね。こういうふうな、これはこの造形的な石を組んでる。自然界にこういう石組みないから。京都行くとね、池の護岸とかこういう石の組み方あるけども、これは芸術的な組み方ですね。でこれもここに直角、この水平、平点っていうけど、山点ね、山点の石にまっすぐに横で、ここで見えないあるいは、あと石の組み方でもこういう組み方もたまにあるね。こういう組み方、これはね、毛頭寺の岩頭なんかそうだけども、こっちにこう規制が行ってる、でこれはこっちに行ってる、そしたらここに見えない直角ということだよね。こういう組み方のバランスが取る。じゃあこういうことなんだよね。だから建築空間でもそうでしょ。これ横と縦の線だよね、建築はほとんど。でこれが天井がもう斜めとかになってたら、やっぱり人間耐えられなくなるから、だから人間って安定空間を求める。だから美の原理も全部この直角です。面白いことに。あと一つも一つ言うのは構造的な問題で、石積みをするとき、ね、見た目の問題と石積みをするときも、これね必ずこう、これもあの直角なんだけど、全部構造的な問題。これも T の字にここ行く、目地が。これもこう来て T の字に来る。ここで受けるので、これもここで T の字、直角、直角、直角で合わせていく。そうでしょ？そうすると安定空間に見えるわけだ。石積み一つにとってもそうですね。これね、こういうふうに全部目地を切っていくっていう、これ言い方するけど、ね、これをずっとこう通すのをね、したら絶対構造的にも良くないし、ここの上に乗っかってここがぶつかって目地を切る、ここでこっちはこの目地を切って、縦目地はここで T の字、こういう T の字、ここでまた T の字で、これを頭に入れとけば基本形はできてくるわけだな。だから全てその直角というその人間が安定空間を求めるっていうことで原理がなってる。例えばあの絵画なんかでもね、あの絵、絵がこうあってこういうふうにこうあって風景があったりこうするけど、必ずやこういう形でこういう線上にこううまくポイントが入って、やっぱバランスが取れて美しいってことなんだね、多分。でそれはこの構成、理論が分かってたわけじゃない。ただこう完成で変えてるとそうなってく。これは僕が長年石組みやってきて
ね、1年に、ね、1万トンぐらいの石組んできて、もう、ま、来る日も来る日もワイヤーかけて石並べて石並べて、でもそうやってやってるうちになんとなくこうね、感覚でやってんだけども、こうやってこうそれを並べていったりして、それをこう図面に落とし込んだりすると、そういうルールに基づいて石が組まれてるってことなんだね。だから自分が感覚だと思ってやってたことは全てその理論にかなっちゃうってこと。逆にその花火師直角格子っていうのはね、あそこの理論では直角格子理論って2つの理論があるね。直角格子理論ってのはこれだ。 ここの位置立つ位置にしたらこれ同じ均等でね、これが1対1の空間をバーッと線ね。で今言ってる花火師っていうのはね、これをここに対して45度の角度にバーッとくりとで、こっちもそうだな、これ同じだけどね、ちょっと違うけど、これが花火師、こっちは直角格子、これに対して全く格子、これ上に物を置いていくと必ずや、これでも同じことなんだね。ここにこれとこれが同じだから、ここに置いて、ここに置いて、例えばここに置けばね、こういう風になれたし、確かにこれ同じだから、こことここ合わせると全部こういうラインになるから、同じことなんだけども、これはね、さっき言ったようにここに石組んだら、ここに組んで、ここに組むか、ここに組むか、ちょっとそれをずらすかで、こういう中に石が組まれてくる。木もそうだよね、植木面にね、ある程度ね、常緑樹をこの辺に植えて、こっちの目隠しをしなくちゃいけないとかっていうのはあるけども、ここにいたら必ずここにも欲しくなる、ここにいたらこっちに欲しくなる、でここに入れるとここに欲しくなる、でそれがどこにこうなるか、こうだから木植えるのはこういうにしていけば必ず、これもそう、構造物もそう、ポイントも。あとは大事なのはそのプロポーションの問題。プロポーションというのは比率ね。それをこの間も言ったように七五三という比率で、七五三、これでね、宇宙の体を表す数字15、7対5対3。大体日本の美で使われているのは7対3の比率、5対3の比率ね、これが多い。でこの数字にも筑波で俺も組む時にこの高さを7、この高さを5で、この高さを3というプロポーションで分ける、7対5対3という比率ね、これとこれの比率、これとこれの比率、7と3が一番美しいって言われてる。例えばこれをもっと具体的に言うと、こういう壺に穴があったとするね。でこれを木を1本、石を1個でもいいや、置こうとしたらどこに置くかって、一番見栄えがするのはね、これ平面で、これ立面でこう見るとさ、こういうね、窓から見て向こうにこういう壁があったとする。でここにね、これ平面だよ。今日ちょっとこれだとみんな分かりにくいか。これなしにするか。ね、こういう空間の中にこれ壁がこうあって、ここに、植木を一本入れるっつったらね、まずは入れる方法としてどうかっつうと7対3ね、ここが7いって、こっちが3対7のとこね。例えばここにこういうふうに入れるね、必ず入れるのこう、ここに間を取る、これ相馬の間だよな、うちのな、間を取る。で今はここのど真ん中に入れる人もいいんだけど、それはもうただ単にその真ん中にあるっちゅうだけで、だからここをこの辺7対7対3のところに置いて、これも置くときにこのセンターじゃなくて、こっちが7でこっちが3のところに置く、
この7対3の空間構成だけど、そうすると美しく見える。なんでかっていうと、ここに間ができる。これ何にもないけども、この間が大切なんだな。うちの相馬オリジナルガーデンってのはこんな意味でこの間を作る。だ理論的に言うとそうなんだよね。で例えば5対3の空間ってのは黄金比率ってあるんだよね。ゴールデンプロポーションって言うんだけど、それはどういうことかっていうと、うちの石積みに応用されてる。これが1に対して、これが 1.618 倍、縦が1に対して横が 1.6 倍の比率が一番美しいと言われてる。ゴールデン、これを黄金分割って言うんだけど、だからこれを石積みのね、この大きさをこの比率で作ったりしてるわけだ。これもこれもで、ここにこう積む石もこれに対するこれが一定みたいな。あの積みってその石の積み方なんだけども、野面でそれもこういう積み方をされてる。で昔の人はその美しいと思われるのを感覚的に分かってたわけだね。でそれを分解するとこの黄金比率っていうのが1対1.6、だからこういうものもかなり応用してるわけだ。だから例えば庭を作る場合でもね、この1対 1.6 ってのはこれ5対3ね、5割3はいくつになる？でしょ。だからこれとほぼ近い数字になる。5対3、7割5は1.4ね。で例えばこれがうちのデザインに応用されてるのは、7対3の比率のプロポーションでぴったりしてるのは森くんなんですか、うちの商品。ああそう、ストーンウッドデッキね、あの寸法の決め方、これね、これが石、これが何だっけ、ウリンにしてるでしょ、うち。これは7対3ぴったりの比率にしてる。そういうふうにうちの商品ってこういうものを、基礎のものを使ってやってるわけだ。だからユニオックのデザインなんかもこういうことを応用しながら、でこの間の風水の数字、38とか陽の数とか陰の数とか陰陽のバランスが取れるように、ね、使ってるわけだ。だからうちの商品ってそういうこういう基本的なことを、美の原理を利用した商品を作ってる。やっぱ美しい空間ってのはやっぱ安定する空間、安定する空間っていうのは人のやっぱりね、脳にいい刺激を与える。不安定な空間にいると気が狂ってくるから、だんだん性格もおかしくなってくるし、要はそういうその全く人間がその意識してない庭という空間の中に、そこに見たりいた時に、その安定空間を作ることによって、ね、そこにいる人が精神的にも肉体的にも安定できるような空間で、例えば今やってるその、ね、庭って植木を植えて石を置いたり、そう自然のもので組み合わせて、五行というね、火木土金水というその自然素材でみんな組み合わせて、うちはほとんど庭作ります。そうするとね、マイナス4空間になってく、まあ、必ずマイナス4が多くで、まあうちずるしてね、あんまりやんないけど炭米工法、炭埋めると半径15メーターがマイナス4が出る。これも当たり前の話でね。でやっぱりそのね、マイナス4空間で呼吸をする、さっき言ったように。でね、ここにキッチンガーデンを作って、そこから野菜を自分で育てて食べる、すると庭で天と地の気が両方と取れるわけよ。そういう庭を作ろうってわけだ、うちのデザインは。ただにかっこよくしてるだけじゃない、そういう根本的な哲学がある。だから天と地の気を庭で両方ね、だから大体マイナスイオンじゃなくてプラスイオンだ。今マイナスイオンっていうのね、エアコンでも出るけど、あの植物なんかそうだよね、あのどこだっけ、石岡の石庭のキッチンガーデンのところにマイナスイオンを湧く装置をつけたんだよね。これうちじゃなくてお客さんがやったんだけど、そうしたら異常にその植物の野菜の育ち方違う。我々も人間も植物も一緒なの、マイナスイオン空間だと成長がすごく良くなる。
でその逆はプラス4で、これは酸化現象、酸化する。例えば俺ら年取ってくるとこういうところにシミが出たり、よくいるよね、年寄りでここらにシミが出たり、それは細胞が酸化していく、腐っていくわけだね。それを酸化、それが逆、マイナス4というのはあの我々の細胞を蘇生してくれる。で昨日かなテレビでやってたのはあのやっぱりね、長生きする秘訣っていうのを誰かあれしてない、昨日は一昨日かな、僕もテレビ買ったので、ね、見てるんですよ実は。で腹八分目ってやつだな、腹八分目は腹七分目がいいんだけどもね、これ長生きの秘訣で、それをアメリカで猿の実験をしてんだよね。腹七分目からにあの餌を同じ猿に2匹に、ね、成長の年齢の同じやつに食わしたのと、腹いっぱい食わしたのとこうずーっと見ていくとね、腹いっぱい食ってるやつはもうおじさんになっちゃったの、猿が。で腹7分目だか8分目に食わしてるやつはツルッツルして若々しい。で人間もあんまり飯食らってると老けちゃう。だからそれは何でかっていうと、人間がね、生命体が、生命体だよ、人間じゃないよ。まあ人間のまあ歴史はね、まあ500万年って言われてるけど、この生命体の歴史っていうのは38億年って言われてる。今43億年って言われるけど、地球ができてから45億年ぐらいでしょ。だそれと同時に生命体っていうのができたわけだ、我々の先祖だよな。でそれは多分面白みたいがあったかもしれないし、初めからこの形じゃねえわけだよな。38億年前だよ。そうするとここにいる人たちは38億年の遺伝子持ってるんだよ。途絶えてねえから今があるんだって。父ちゃん母ちゃんから生まれてきたんだけど、でも生命体としての遺伝子は38億年分持ってるんだよ。だからよく潜在意識とかね、顕在意識、今こうやって考えて物言ってるのは顕在意識で、潜在意識っていうのはね、氷山の一角ってよく言われるように、水面があったらこういう氷山があって、これが潜在意識なんだよ。で顕在意識っていうのは我々が言葉で喋ったり